皆様、本日は大型連休の真ん中、また緊急事態発令中の最中、兵庫県弁護士会の憲法記念日記念行事に多数ご参加くださり、誠にありがとうございます。ただいまより、午前中の第1部に続いて第2部始めたいと思います。私は兵庫県弁護士会の弁護士、藤原忠人と申します。本日は司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。時節柄、このようなオンライン配信の形にならざるを得ないこと、またそのため不手際が生じる可能性があること、あらかじめご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。それでは本日の記念講演に先立ち、当会会長の津久井進よりご挨拶申し上げます。大丈夫ですかね。はい。会長の津久井です。今日は憲法記念日記念講演会にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。午前中も300人以上のご参加いただきまして、本当に嬉しく思っています。皆さんは憲法で一番大事なことは何かご存知ですか？それは個人の尊重、自己決定、言い換えますと、一人一人を大切にすること、自分のことは自分で決めるということです。現在コロナ禍で世界中の人々が感染の恐怖や仕事や商売ができなくって生活困窮に陥る、人とつながれずに孤立してしまう、そんな過酷な状況にあります。今こそ憲法に書かれている全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利、これを実現し、ありとあらゆる制度を総動員しなければならないと思っています。今日は関本剛先生にお話をいただきます。今、誰よりも深くかけがえのない命、家族との暮らし、仕事の大切さ、こういったことを考えておられる方です。関本先生は一人一人を大切にした自己決定の実践者でもいらっしゃいます。憲法記念日に本当にふさわしい方です。この場で皆さんと一緒に憲法の本質を考えることができれば幸いに存じます。本日はどうかよろしくお願いします。津久井会長、ありがとうございます。では本日記念講演をいただきます関本剛先生をご紹介いたします。関本剛先生は1976年神戸市のお生まれ、六甲学院中学、高校、関西医科大学をご卒業後、六甲病院等の勤務において緩和ケアの経験をお積みになり、現在神戸市灘区の関本クリニックの院長として日々終末期医療の緩和ケアに携わっておられます。こうしたご活躍の最中である2019年秋に、ご自身がステージ4の肺がんであるとの診断を受けました。そこからこうしたがんの事実を公表し、従来通り仕事を続ける決意をなさり、医師としての仕事を継続しておられます。この件についてはご著書、がんになった緩和ケア医が語る残り2年の生き方考え方、この本ですね、はい、この本にまとめられ、昨年夏の出版以降、大変大きな反響を得ております。テレビや新聞などでも報道され、ご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思います。本日はこの関本先生にご講演をいただく貴重な機会になります。事前収録のためライブ配信ではありませんが、講演終了後にアンケート機能を使って皆様のご質問やメッセージをお受けします。また、この Zoom のチャット機能を使ってご質問、メッセージ等をお寄せくださっても結構であります。これらは関本先生にお伝えし、質問に関しましては可能な限りでご回答を頂戴し、後日当会のウェブサイトでお答えしたいと思います。それでは関本先生のご講演お聞きください。
原先生、津久井先生、ご紹介いただきましてありがとうございました。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございました。またご来場の皆様、この VTR 見ていただいている皆様、連休のど真ん中になると思います。本当にお越しいただきましてありがとうございました。ご紹介いただきましたように、本日はですね、命を預かるといいますか、命の現場をお手伝いする立場として、また命が限られたものというふうな状況に陥っているといいますか、いう当事者の立場として、どちらの立場としてもですね、命について私の経験を皆さんと共有させていただきながらお話を進めていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。早速ですけど、パソコンの方でパワーポイントファイルでいろいろと、いろんな写真も含めてお持ちいたしましたので、皆様と共有しながらお話を、進めていきたいと思います。さあ、皆様見えてますでしょうか。はい。で、太い字で書いてありますのが、実は、去年の8月、出版させていただきました本の題名になっております。で、この約1時間ほどお時間いただいていると思いますけども、前半でというかほとんどの内容がですね、実は私がこの2019年にがんというふうに診断されてからの1年半ぐらいで行ってきた、何と言いますか、就活と言いますか、一環をですね、皆さんと一緒に共有していきながら、最後の方でちょっとそのアドバンスケアプランニングというちょっと小難しい言葉が出てきますけども、その人生の最終段階っていうふうな変な言い方するんですけども、自分がもしもの時にですね、実はもしもの時って自分がやりたいようにこうしといてほしい、ああしといてほしいと思ってても、自分自身はなかなかそういう意思表示ができなくなってるっていうことが多いですので、その時に自分が思ってた通りにどうやったら、それが医療従事者相手であってもご家族相手であっても、自分が思っていた通りによりしていただけるようになるかっていうのの、コツといいますか、それがアドバンスケアプランニングというものですので、それについても最後の方ちょっとお話しできればなというふうに思っています。で、先ほどご紹介いただきました通り、私、1976年生まれでして、現在今年で45歳になります。私が中学校1年生になった1989年っていうのはですね、実は神戸市が丸刈りが廃止になった年でございます。私が1学期ですかね、中学1年生の1学期の終業式にですね、六甲学院の校長先生がですね、神戸市も丸刈り廃止になったことだし、うちの学校も丸刈り廃止だと、終業式の時に言われて、とてもみんなでこう歓喜したのを覚えてますけども、それと同時に4ヶ月早く言ってくれたらですね、僕丸刈りに宣伝するんだろうなというような思いもあります。本当に行政の、なんて言いましょうか、動きっていうのは、そんな人、個人個人のね、都合とは本当別物でございますので、すごくそれ実感した次第でございます。これ最後の丸刈りの、記念写真でございます。で、実は、本日司会していただいてます藤原先生はですね、実は同じ学校、中高、六甲学院のですね、2年先輩に当たる大先輩でして、もちろん在学中からも卒業してからも、実は今現在もですね、趣味などで非常にお世話になっておりまして、何かご縁を感じております。で、ちなみに大学の時はですね、サッカー部に属してまして、なんちゃってと言いますか、私大学からサッカー始めましたので、この9番つけてるのが私なんですけども、全然フォワードでもなくですね、ディフェンダーで9番で、しかもあまり下手くそなので試合に出れないような、そんな大学時代でした。で、中高はブラスバンド部でしたので、トロンボーンを吹いてまして、今でも趣味でしております。で、最近もっぱら子供たちがスキーを滑ってくれるようになりましたので、なんて言いますか、家族でスキーに行くのが今のすごく楽しみになっております。で、ここからですね、ちょっと時間かけて私の、なんていうんですか、診断されてから、今まで1年半ぐらいでどんなことをしてきたのかみたいな経緯を少しお話しできればなと思います。これが2019年の10月3日の、私の肺の CT の写真でございます。本当に
なんて言いますか、もともと小児喘息持ちでしたので、まあ、季節の変わり目に喘息とまで言わないまでも咳込むことは多かったんですけども、まあ、この年もですね、ちょっと咳込みが強いなと、その程度だったんです、本当に。で、まあ、人間ドックがてらですね、定期的にもともと勤めてました六甲病院の、で内視鏡医の仕事をしておりましたので、その仕事の終わりにですね、知人のドクターに頼んで CT を取ってもらうと、まあ、肺にこんな大体4センチぐらい の影が映ってまして、私自身は放射線科医でもなく、ドック A 専門の医者でもないんですけども、その専門じゃない医者が見ても、こう、一目でですね、これはまずいと分かるような写真になっております。で、実際これちょっと手術できるのかな、みたいなですね、それぐらいちょっと心配してですね、それでこれ10月3日なんですけども、早速翌日に、治療するなら、拠点病院、つまり、多く治療を手掛けてる病院に結局は紹介されることになりますので、まあ、自分で知人のですね受診させてもらって、で早速次の週からどんどんと検査進めていきましょうということで、この日はもう一人で写真撮って家に持ち帰って、まあ、妻と子供に事の経緯を話してですね、もう何て言いますか、その時のその妻の顔は忘れられないんですけども、もう大きな声出して固まってしまってですね、それを聞いて、聞きつけて子供たちがどうしたのどうしたのみたいな感じで駆け寄ってくるみたいな、そんな場面でした。まあ、昔からといいますか、以前から、言葉、私も実践しようと思って、まさに玄関先でですね、ごめんお父さんがんやと思うわみたいな話をさせてもらって、その時は子供もまたへーみたいな感じでですね、たらたらびっくりするだけみたいな感じでしたけど、とにかく気を取り直してですね、次のこれ週末でしたので、次の週、月曜日に早速、気管支鏡の検査を受けた後で脳の MRI をですね受けたわけです。でそうすると MRI にですね、このような写真が写ってまして、この右の3つトントントンと写ってるの、これ矢印が、黄色い矢印のところがですね、小脳の転移なんですよね。で、左上の矢印のところがちょっと袋みたいになってまして、これも転移なんですけども、で右下の矢印のところが白い塊みたいなのがありますが、これが実際の転移でして、真ん中のところがですね、この右下の矢印のところに写ってる白いのの周囲がこう、むくんでる、黒くちょっと、円形に映ってますけど、そういう像なんですよね。これ見て担当医からですね、めまいとかしませんでしたとか言って言われたのをよく覚えてますけども、本当にこの時はまさか自分がですね、脳転移が起こってるとは全く思ってませんでして、つまり神経から来る症状がその時は全くなかったんですよね。まあ効果不効果というべきか、症状が出てきた後から抗がん剤してたら、ひょっとしたら僕は今頃こんなに普通にこの1年半後にですね、皆様の前でおしゃべりできるような状況じゃなかったかもしれないですけども、まああとですね、これですね、次矢印が出てきますけど、真ん中の上下2枚の写真のちっちゃいポツポツと丸いのが写ってますけども、大脳にですね、これ以外にも数個ポツポツポツと点が写ってまして、一番ショックだったのは、この、まあ、平たく言うと、こう、命の根幹といいますか、を司る脳幹部分、脳の幹って書くんですけど、この部分に7ミリほどの転移があったんですよね。もう私自身ですね、2010年から2012年頃まで、8、9年前ですかね、ぐらいはですね、実際に消化器内科医として、化学療法センターで、がん患者さんの抗がん剤ばかりを扱っているような、そんな仕事をしてましたので、その当時の、常識といいますか、感覚からすれば、肺がんで脳にこう多発転移があるというのっていうのはですね、早ければ2、3ヶ月で死んでしまってもおかしくないといいますか。まあ、死ななくてもですね、2、3ヶ月でなんか寝たきりになっちゃうようなこう神経症状が出てもおかしくないような、そんなイメージでしたので、もうこの画面見た途端で妻と一緒に見たんですけど、もうとにかくごめんごめんと、なんていうんですかね、忙しさにかまけて、勤務医時代はね、毎年
その自動的に検診は受けてましたけど、この2年ぐらいですかね、忙しさにかまけて何の検診も受けてなかった僕が悪い、本当にごめんと。で、妻は妻で、いやもうごめんごめんと、私が悪いのみたいな感じでですね、もっと早く、なんていうんですかね、咳込んだ時にちゃんとドックを受けてとか言っとけばよかったみたいな感じ、もう2人でとにかくごめんごめんと言い合いながらこう泣き崩れたのを今でもよく覚えてます。でこれが月曜日だったんですよね。気管支鏡の後に脳 MRI 取ってもらって、翌日に他のところに、首から下の転移っていうのはペット CT っていうのが今一番いいって言われてますので、それを肺がんかなってなった時は必ずこの気管支鏡検査、脳の MRI 検査で全身のペット検査っていうのを保健診療で必ず受けるんですけども、それを一通り受けさせてもらってですね、でもこの時点でその転移があるがんっていう、固形がん、つまり体の臓器、内臓のどこかにできたがんで他の臓器に転移があるがんっていうのは今の現代の医学をもってしてももう根治はできない、切除不可能ということになるので、ここから先私が何か前向きな治療ができるとしたら延命を期待して抗がん剤治療を受けたり、この脳の転移のところに放射線治療ができるかどうかを考えていたりということになるんですけども、これを信頼できるといいますか、私がもともとちょっと外勤先でですね、非常勤として勤めてて、そして信頼できる中央市民病院の呼吸器内科の先生にですねお願いしてですね、それでこの検査も段取りしてくれたのもその先生ですけども、治療方針も話し合ってというかお願いしてですね、一番最善と思われる治療をここから始めるわけです。結局この気管支鏡検査で実際にがんであるというのが分かるわけなんですけども、それをですね、組織をいろんなところにこう提出といいますか、調べ検査に出して、遺伝子に変異がないかとか、そういうのをすごく調べ倒してくれるわけなんですね。それで、その結果放射線治療を先行してその後抗がん剤治療をしようっていうふうな方針が出るまで大体最短で10日ほどかかるわけなんですけども、その結果がきっちり出てですね、方針も聞いて10月の下旬から放射線治療を開始するんですけども、とにかくですね、診断された時のこう真っ白になる感じとかですね、あとこう本当にショックを受けて、ともすればですね、いやこのまますっとですね、あっという間にの世に行ってしまった方が残された家族に迷惑、つまり経済的な意味なんですけど、迷惑かけないんじゃないかとかですね、いろんないわゆるいらんことを考えてしまうわけなんですよね。でそれはとにかく生きるぞと、前向きになろうと思ったのがですね、やはり何より家族の支えがあったからこそなんですけども、そして同じぐらいですね、職場の同僚がすごくサポートしてくれました。とにかく診療所でを、の院長をしておりますので、幸いですね、私と母と2人医者がいますので、とにかくあんたがいない時は私が何とかしとくからとかいう感じで、もちろんスタッフの皆さんもですね、とにかく安心して行ってきてくださいという感じで快く送りだ治療にですね送り出してくれた。これはすごくありがたかったです。でいざその治療で入院してるとですね、結構その仲間たちがですね、それは高校の仲間だったり大学の仲間だったり今 の在宅緩和ケアをしている仲間だったり、本当にいろんな仲間が遊びに来てくれるというかお見舞いに来てくれてですね、これだけこんなに多く自分のことをこう案じてくれてる人たちがいるんだって思えるとですね、すごく勇気が、なんて言いますかね、こう生きる勇気といいますかが出てきて、それでとにかくとにかくいつ死ぬかわからないけども、それまでやりたいことやって生き抜くぞというふうな気持ちになれたわけですよね。もうとにかくこれが一番でした。もう本当家族で同僚、そして友人知人仲間たちとの支えがあったからこそ今まで走ってこれたんじゃないかなというふうに思います。であとはなんていうんですかね、偉い人たちの言葉といいますか、なかなかこのですね、治療始まるまでの2週間とかで何か本を没頭するようにぐらい読めるかっていうと全く手につかないわけなんですけども、今までこう
目にした、読んでた、講演を受けたような、あの先人たちの言葉がやっぱりすごく支えてくれたように思います。この柏木哲夫先生っていう先生はすごく緩和ケア、緩和医療の領域ではとても有名な先生なんですけども、ご健在で淀川キリスト教病院でも働いておられる先生ですけども、人は生きてきたように死んでいくという言葉を残しておられまして、とにかく周りに感謝しながらニコニコ生きてこられた方は最終末期、死の淵に立たれてもなんかね、なんとなくニコニコしてますよと。で、逆にこう周りに怒り倒して生きてきたような人たちは本当の最後の最後まで、家族、友人、知人、医療スタッフにも怒り倒して死んでいくと、ただ裏の言葉があって、そんな怒り倒してきた方でも何かこうちょっと人生振り返ってですね、あの時はこうだったな、自分ってこうちょっとわがままだったかなみたいな感じで、周りに感謝の言葉というか気持ちを取り戻されると、すごくこう安寧に過ごされることも多いですよっていうような言葉が含まれている言葉なんですけども、本当そうだなと。ただこれ本当にいい言葉だなと思うんですけども、同じようにですね、こう受け継がれてきたんじゃないかと思うぐらいですね、さらに先人たちが同じような言葉をおっしゃってるんですね。この関牧王さんっていうのは臨済宗の偉いお坊さんらしいんですけど、よく生きることはよく死ぬことだという言葉を残しておられますし、明治から平成まで生きられた方らしいです。この方も同じように明治から平成まで生きてこられた平沢光先生、京都大学の第何代目かの総長らしいですけども、神経解剖学医らしいですけども、仕事が道楽だとかですね、愚かさは力だ、今が楽しい、今がありがたい、今が喜びである、いろんなこうちょっとこう歌なんか読まれたりしながらですね、人は生きる限り成長するんだっていう、なるほどと。で、この生きる限り成長するっていう言葉を聞いた時にすごく去年のですね、に亡くなられましたけども、アルフォンス・デイケンさんの言葉が僕はすごく蘇ってくるんです。で、この方は司祭、カトリック、イエズス会の司祭でもあり、宗教学者でもあり、上智大学の、確か教授でもあったと思いますけども、すごくいい言葉というか、僕ら緩和医療、緩和ケアの領域で働く人間にとっては、とっても心に残る言葉をいっぱい残してくれた先生で、人の死を意味するドイツ語のステルベン、シュテルベン。僕らもよく隠語というか業界用語でよく使うんです。あの人ステルベンしました、ステッタみたいなことをね、よく病棟でも言うんですけど、実はこれは言葉を持つ人間にだけ与えられた死を意味する単語らしいんです。アルフォンス・デイケンさんがおっしゃるように、言葉を持たない他の生き物がその命を全うするときにはフェルエンデンっていう違う言葉が用意されてるんだと。なぜか、それは言葉を持つ人間は、人間だけがかどうか本当は分かんないですけども、人間だけが死を、何て言うんですか、死のその時まで成長し続けることができるからだ。で、そういう意味が含まれてるんだ、なるほどと思ったことがあるんですけど、実際にこうやってこう自暴自棄にすらなりかねない状況において、いやもう一花咲かせるぞじゃないですけども、まだ俺は僕は成長できるんだと思えるようなですね、言葉でもありですね。で、あとこれも本当に天気を例えてよくおっしゃられるんですけど、今日が雨だからって言ってですね、こう自分にはどうにもならない天気についてこう、遠足だなのにね、雨だとかですね、それを嘆いてもしょうがないと。別に祈ったところで晴れるわけでもないと。で、そういうことをですね、あまり憂いててもしょうがない。で、こう僕にとってはこれは自分が癌であったりとか転移してたりとか、今なんかもそうなんですけど、こう定期的に抗がん剤が効いてるかどうかのこう評価をですね、MRI 取ったり CT 取ったりしてするわけですよね。その結果を待ってる1週間がですね、もう落ち着かなくてしょうがないんですよね。で、これも天気と一緒で、別に僕は何か努力したから腫瘍が小さくなってくれるわけでもないと。なので、こればっかりはもうとにかく心を無にして、晴れでも天気でも、また晴れる時もあるかもしれないし、雨の時もあるかもしれないぐらいの気持ちでやっていこうと。
思えるか思えないかは人それぞれだと思うんですけども、そういう考え方もあるんだっていうのはすごく助け救いになりました。で、あとはもうこれですね、どんな辛い状況でもあるにもかかわらず、くすっとこう笑い合うことができるのがユーモアなんだと。こう人をからかったり、おちょくったり陥れたりしながら笑いを取る、まあ、ギャグとかジョークとはまた違うんだと。僕はね、ギャグもジョークもどっちもユーモアも好きですけど、でもこういう、なんていうんですかね、こうくすっと笑い合える、自分が別にがんで治らない病気であると。ただそれでも、なんかこう日々ちょっと面白いことを探すっていうのは、確かに人生の潤滑油になり得るんじゃないかなと思ってですね、これも大事にしてる。その病気になる前はその通りだなと思って感心して聞いてた言葉なんですけど、当事者になってすごく大事な言葉になっております。すごく救われました、この言葉で。あとその何ていうんですかね、こう入院してる時に初めてこうですね、こういろんな動画を、まあ、見ようかなっていう気になってですね、でこの最高の人生の見つけ方っていう映画を見たんですね。このザ・バケットリストっていうこの現代はですね、実はこのバケツのリストって何でやって、これが死ぬまでにしたいことをリスト化したものっていう、まあ、意訳なんですけども、自殺するときにこう首をこうくくるときにバケツを台にして立って、で首をくくって最後にことをなすときに自分でバケツを蹴るというところからできた俗語らしいんですけども、アメリカというか欧米ではこれを言ったらすぐ分かるらしいんですが、まあいわゆる死ぬまでにしたいことは何かみたいなね。この映画はくしくも肺がんのこの男性2人ががんになったからこう好きなことしようぜみたいな感じで旅に出てですね、その中で本当に大事なことを見つけるみたいな、そんな内容の映画ですけども、実はですね、これ映画を見てですね、まあ、入院して退院した後にすごく我々の業界でとても有名な偉い先生というか、まあ、仲良くしてもらってるんですけど、先生に僕ちょっとこんな状態になっちゃったんですよって言って打ち明けたんですよね。じゃあ何と、ゴー君それは大変だ、今からお姉ちゃんのいる店に行こうぜ一緒にみたいなですね。それでもう好きなことしようぜ一緒に、やりたいことやろうぜって言ってくれたんですよね。僕別に嫌いじゃないんです、そういう店がね。ただですね、そんな気になれないんですよね。分かりました、行きましょうっていう気にもなれないといいますか、欲望のままにやりたいことをやるっていうのも一つの手なんですけども、そこでまたアルフォンス・デイケンさんの言葉が思い浮かぶんですけど、やっておきたいことと欲望のままにこうやりたいことってちょっとまた違うと思うんですよ。でもどっちも大事だと思うんですけど、でそれをねちょっと整理しようかなみたいな気になったんです。でそれで映画みたいにですね、こう書き記したわけでは決してないんですけど、頭の中にこう整理したんですね。今回はこんな感じでこう皆様と共有したいので、スライドには作ってきたんですけど、じゃあ自分の棺桶リストって何なんだろうみたいな感じで、今からこう赤字トントントンとこう今黒字で出ていくのがですね、バババッと思いついたことでして、それをどんどん順に説明していきたいと思います。一応こうやってること、もう終わったことをですね、赤字でどんどん青、これからまた青字になってきますけども、順に説明していきます。でとにかくですね、すごくこう経済的にですね、標準治療、つまりその保険が効く、私だったらまだ70歳未満なので3割負担ですけど、その保険医療、抗がん剤を受けるとかですね、放射線治療を受ける、でそれの3割負担で、どれぐらいかかるかと言いますと、例えば私の場合、もう人それぞれです、人それぞれですけど、私の場合は1回抗がん剤を受けてパッとこう精算機、自動精算機に行くとのけぞるんですけど、25万っていう何ですかね、自己負担額が請求されるんですよね。でやはりバカにならないんですよ。でこれ自分の今、ま、保有してる、もう数少ないそんなに全く多くもない資産というか預貯金に、自分のこれからの治療費と生活費で手をつけるわけには決していかないと思ったんですよね。まだ子どもが幼稚園だったり小学校だったりするので、とにかくその立派になるまでのというかですね、成人になるぐらいまでの養育費というかぐらいはしっかりと貯めとかないと、それに手をつけるわけにいかない。
ので、とにかくこれから先をかかる自分の治療費とか生活費はもう絶対できるだけ自分で稼ぐぞというふうにモチベーションになってるんです。なのでそれはもうあのとにかく稼ぐぞという気になってるのは確かです。で、あとはもうあのこれ大前提で、家族と一緒に過ごす時間を楽しあの絶対に優先したいし楽しむんだというのも大前提です。あでもこれ実はそのコロナ禍ですごく身に染みて感じたんですけど、あのちょうど去年の3月から4月5月ぐらいまででしょうか、あの緊急事態宣言 1回目の緊急事態宣言が出て、あの家族とですねあのみっちりこう過ごす時間が増えたんですよね。そうすると一日中過ごしてますとですね、あの意外とイライラする自分がいると言いますか、子供遊んでばっかりいる子供に勉強せみたいな感じで普通に怒鳴ってる自分がいたりしてですね、あのクオリティはすごく大事にすべきだけども、みっちり病気になったからって言ってみっちり一緒にいたらいたでまあまあ疲れるなみたいなのも実感したので、すごくあの一緒にいる時間は大事だけどもクオリティを大事にしようというふうに思いました。であとこの生きた証を残すぞというところなんですけども、それであのすごくご縁いただきまして、その書籍にすることにしたんですけども、まあ、実際ですね、実はあのディグニティセラピーって言って、あのがん患者さんとかエイズの患者さんとかで実際に行われているあの治療法としてですね、こう自分が歩んできた道とかを振り返る、で達成してきたこととか大事にしてきたこと、家族に覚えておいてほしいことなどを語ったり、こうアート作品にしたりとかするのをがことによってですね、すごくこう自分があの身体的に辛くなってきたとき、気持ち的に辛くなってきたときでもこう自分を保つことができるみたいなですね、そういう治療法があるんですよね。で自分自身にもこれはやるべきだと思いましたし、そもそも自分自身のためにやってることがあの書籍とか動画を残すとですね、家族、残された家族のためにもなるかなと思ってっていう理由が一つとですね、まあ、誰でも面白い一冊の本が書ける、それは自分の一生だみたいな、このサマセット・モームさんっていう、 こう名言のデパートみたいな方がおっしゃってることもありましたので、まあ、ちょっとこういろんな立場になって、で思ってきたこと、今までやってきて間違ってなかったなと思えること、今までやってきて、あこれは患者の立場になるとちょっと思いって違うもんだなと、間違ってたなと思うこと、いろいろありましたので、これも社会に還元したいと思いまして、去年の8月にあの書籍を出版するに至りました。で、これ出してからです、本当にありがたいことにいろいろ、例えば新聞社から取材いただいたりとか、あとその週刊誌から取材いただいたりとかですね、テレビに取り上げていただいたり、すごくありがたかったんですけども、あのすごい反響がありまして、大体こうあのニュースに出たりとか、あのテレビで流れたりとかするたびに、いろんなこうなんていうんですかね、あの基本的にはあの励ましの手紙が来るんですよ。でこれはねめちゃくちゃ嬉しいんです。励ましと言いますか、あの感動しましたとか、あの頑張ってねとか、あの遠くから祈ってますよみたいな、そんなお手紙をですね、まあもちろんあの知らない方からも古い友人たちからもいただいたりして、それはすごくこう泣きながら読んでこう励みになったりするんですけど、実はそれの10倍ぐらいですねの量ですね、民間療法とか代替療法 の、 あのお誘いが来るんです。であの多くはですね、あの知らない人からなんですけど、でまあ本当困っちゃうのはですね、あの何て言うんですかね、こうあの困っちゃうというか腹立たしいというか、あなたが信仰する宗教を間違ってるんだとかですね、最近ついに来たかと思ったんですけど、名前が悪いと、自覚が悪い、よくあなたの親はあなたにこんな名前をつけましたねとかですね、あの平気で返ってくるんですよ、まあ、平気でというかですね、でまあただですね、これぐらいだったらまだマシなんです。そのなんていうんですか、その手紙が来るぐらいだったら、はいはいポイで済みますんで、ゴミ箱ポイで済みますんで、でもですね、この溢れてる思いを抑えきれずに突撃してこられる方がおられるんですよね。あの今から会ってくださいとかで電話かかってきたりとかですね、まあ、あのいろんな方がおられて、本当に例えばですけど、あの仙人みたいな方から電話かかってきてですね、私は今70代男性ですと、山奥であの私にしかできない特殊な薬を作ってますみたいなですね、奈良です、今から取りに来てくださいみたいな電話がかかってくるんです。なんで俺が取りに行かなあかんねんという話、まあ、あの
心の中でこう叫ぶわけなんですけども、ただですね、まあ、無下にできないというか、立ちが悪いというか、真剣に言ってはるんですよ。こう、馬鹿にして、こう、おちょくって言ってきてはるわけじゃ全然ないんですよね。しかもですね、ビジネスで、こう、ふっかけてきてはるわけでも決してないんです。私が使ってよかったから、あなたもぜひ使ってください、みたいな。で、何の病気かっていうと、アレルギーですとか、何やねん、それと思うんですけど、でも、本当、当事者たちは、もう本気なんですよ。私のアレルギーに効いたから、あなたのがんにも効くはずです、みたいな感じで、真剣になって言ってこられて、無下にもできずに、ありがたいですけど、ちょっとそういうのは受けないようにしてるので、もう標準治療だけ受けるようにしてますんで、すいません、すいませんって言いながら電話を切るんですけれども、そんなことが本当に多くてですね、実はその、もう最、なんていうんですかね、その、パッとこういう、ババババッとですね、セミナーの、啓発セミナーの、案内が送られてきたりとか、まあ、こんな感じで宗教が間違ってるという手紙が送られてきたりとかですね、もう本がいっぱい、もう私も読んだからあなたも読んでみたいなですね、もうあっという間に 3,4 ヶ月でですね、この本の一角、本棚の一角が埋まってしまうぐらいの、本が送られてきてですね、ありがたいんですけど、もう自分の時間をなんかね、こう、なんか取られるような気がしてですね、怖くてというか、まだ1ページも送られてきた本に関しては読んでないんですけども、そんな感じでやってるんですよね。で、実はこれが本当にすごく当事者になって気づいたというか、実はこの緩和ケア医をやってるとですね、標準治療がもうすでにできなくなってしまった方が、まあ、多く来られるわけなんですよね。それで、まあ、とにかく天国からお迎えが来るその時まで楽に生きていただけるように、昨日より今日の方が良かったと思っていただけるようにお手伝いしますよ、みたいなスタンスで、まあ、いろんな薬使ったりお話聞いたりしながら調整をするのが緩和ケアなんですけども、患者さんからね、実は実際に多く同じような悩みを聞いてたんですよ。親族からこんな数珠が送られてきたけど、みたいなですね、とか、こんな健康器具が送られてきて200万って言われたんだけど、とかですね。やっぱりその聞くと、その人らは別に公表されてるわけじゃないので、当園の親族から送られてきたとか、友達から送られてきたとかで、あなたのためだから、みたいな感じで送られてきたんです。無下にできないけど、どうしたもんでしょうか、みたいな質問をよく受けてたんです。こういうことかと。で、僕なんかは医療従事者で、そうやって、もともとそういう経験がありましたので、相談を受けてた経験もあったので、ある程度ね、はいはいで済むんですよ。一瞬こうイライラしたり腹が立ったり悲しかったりするんですけど、はいはい、これこういうことかみたいな感じでゴミ箱っぽいで済むんですけど、やっぱりそういうふうなご経験されてないような、今まさにこうがんです、治りませんみたいに言われてうわーってなってる方が、こんな熱量で親族とか友人からですね勧められると、それはちょっと一個やにこうやってみたくもなるというかですね、やってしまってもおかしくないなって思ったんですよね。それって実は進めてる本人さん、進めておられる方って初めはですね、きっとその人のために何とかしてあげたいっていう思いがあると思うんですけど、何かしら途中からですね、こう自分が知ったからには何かしないと自分が悪いような気がするみたいな脅迫観念だったりとか、私あの人のためにいいことできてるみたいな、こう自己肯定感というか自己満足感というか、こうそういうのに置き換わっちゃってることが非常に多いんです。特に実際に行動に移しちゃうような方々ってそういうことが多いんじゃないかなと。ただ実はですね、それって本当善意のつもりが、患者さんからですね、時間も奪う、お金も奪う、で、正常な判断も奪いかねない、迷惑でしかない可能性が高いので、すごく気をつけた方がいいことだと思うんですよね。で、良かれと思ってやってることが迷惑だとか呪いとかって言われないために、何がその自分が大好きな人が大変なことになった時に周りで気をもんでる方はするべきかっていうと、やはりですね、祈りじゃないのかなと思うんですよ。で、僕は全然熱心な何て言うんですかね、こう宗教に熱心なわけでは決してないんですけども、恥ずかしいぐらいなんですけど、例えば SNS とかでですね、あなたと会いたいから時間を作ってくれって言われるとめちゃくちゃしんどいんです。自分が治療しようかどうしようか悩んでる時にですね、公表したとしてですけど、ただ
大変ですね、奇跡が起こることを信じてるから遠くで祈ってますみたいな、祈ってますみたいな言葉ってすっごい逆に勇気が出るんですよ。で、まあ、今から一緒に祈りに行こうやとまたその人の時間を奪っちゃうのであれですけど、で宗教も違うかもしれませんし、それぞれね、なので宗教は違えどあなたのために祈ってます、心配してます、いろんな奇跡が起こるかもしれないし、それぞれの信じてますみたいな、その言葉がめちゃくちゃ嬉しいんですよね、当事者って。なのでそれってすごく大事だなとすごく改めて感じました。で、実はデンマークの哲学者1800年代の哲学者が残した言葉なんですけど、よく僕らもですね、死を間近にしたその病気の方ですねの周りですごく気をもんでおられるご家族からよく私たちは何をしてあげられるんでしょうか、どうしたらいいか分かりませんって心配されているご家族によくお伝えする言葉で引用するようにしてるんですけど、助け人自身が助けである。どういうことかっていうと、そうやってあなたが何をするかとか何をしてもらうかとかどんな気の利いた言葉をかけれるかっていうのは実は全然問題じゃなくて、その病気ので苦しんでおられるその大好きな最愛の人のためにすごくこう案じてて思い悩みながらあたふたしてると言いますか、おろおろしてる、あなたが横にいてくれるだけで患者さんはすごく気が心丈夫なんですよっていうふうにお伝えするようにしてるんですけど、まさにそういうことなんだなと。別に遠かろうが近かろうが自分のために案じてくれてる人がたくさんいてると思うだけですごく生きる勇気もらえるので、これがすごく大事かなと思いました。で、脱線ついでにお伝えしておくと、こうよく皆さんね、民間療法とか使われに傾倒されちゃう方はこう藁をもつかむ気持ちでさ頼ったんですとおっしゃるんですね。溺れるものは藁をもつかむって言いますけど、で特にですね、民間療法とかを進めてこられるような業者さんとか、あとドクターもおられるんですけど、そういう進めてくる方は結構ね、こうなんていうんですかね、芥川龍之介の雲の糸のつもりというかですね、切れさえしなければどうにかなるかもしれない、一発逆転ホームランが起こるかもしれない、結構当事者も本気で信じてこう進めてきはるんですけど、実はそれってこうあなた溺れてますよって言いながらこう藁を掘ってるのと変わらないなって僕なんかから見たら思うんですよね。溺れてる人に藁を掘ったって沈んじゃいますから。ただそもそも気をつけなきゃいけないのは、がん患者は病と戦ってるね、人間、人っていうのはね、溺れるものじゃないと思うんですよ。人はやっぱり人生の最後まで自力で泳ぎ抜く力を持ってると思うんです。でそれをだから沈むから大変とか言いながら何か掘るんじゃなくって、あなたは泳げてますよ、歩けてますよ、沈まないんですよっていうのをいかに支えるかっていうのが、まあ、緩和ケアでもあり、その今僕らがお世話になっている西洋の普通の標準治療でもあるのかなというふうに思うので、これをすごく今日はですね、まず一つ目として伝えたいなということで持ってまいりました。まあ、ただですね、とはいえこんな治らないって言われながら抗がん剤するみたいなですね、延命のためだけに抗がん剤するみたいな、生きていくっていうのもやっぱりすごく勇気がいることだと思うんですよね。覚悟とか勇気がいる。ただまあそれですごくなんか救われたのが、ふっと読んだこの宗教詩人の方の詩なんですけども、まあ渡り鳥が荒波をですね、次の島まで一旦飛び立ったからには飛び続けなければいけないように、人もやっぱり生き続けなければいけないんだと。でまあその勇気ってすごく大事だと思うんですけど、それをどうやって補充するかっていうのって、そういう案じてくれてる人の力だったりとか、まあ、あとはこれもそのアメリカの神学者の祈りなんですけども、有名な言葉なんですけど、まあ、変えられないことは、まあ、先ほどの天気の話もそうですけどね、まあ、そのまま受け入れるこう平静さというか無心の気持ちと、ただその一方で変えられることもあると思うんです。自分のメンタルだったりとかですね、気持ちの持ちようとか、その行動だったり、それをすぐ行う勇気で、大事なのはそれを、これは変えられないことだよね、これは変えれることだよねっていう見分けられる知恵、これがすごく大事だな。これも僕のこれから先のですね、まあ、死ぬまでですけども生きていく上でのテーマじゃないかなと思いながら皆様に共有したいなと思っている言葉でございます。でちょっとそれちゃったんですけども、でこの緩和ケアリストは続いていくわけなんですが、ここからちょっと駆け足でパパパッと進めていきたいと思うんですけど、葬式の段取りはですね、これ僕は自分でですね、自分の妻にですね、その喪主の挨拶をしてもらうのはすごく申し訳ないなと思ってる気持ちがすごくあって、まあ、かねてからこう生前葬が流行
り出した時代からですね、自分はちょっと動画でも撮って段取りしたいなと思ってたので、こう葬儀に来ていただいた方への挨拶のメッセージをですね、去年の10月にやっと1年越しで撮ることができまして、本を出したちょっと何ですか、ご縁でですね、あの映像会社の方とからお声かけいただいて、それで、あ、じゃあぜひ撮ってくださいみたいな感じで撮ってもらったんですけど、これひょっとしたら音声が共有できるかもしれないんですけども、ですね、音声流れるかな、流れないかな、どうでしょう、待ってください。こんな感じです。こう右下のですね、実はこれ動画なんですけど、今ちょっと流れない、全然構わないです。実はですね、流さない方がいいと言いますかですね、これはこの続きは僕の葬式に来ていただいた人だけが見ていただけるお楽しみということで、今流すと意味がなくなっちゃいますので、はい、で結構だと思うんですけども、で、まあ、ただこれってですね、僕にとっては最悪に備えたことなんですよね。毎日自分の葬式の段取りばっかり考えてたらですね、やっぱりやってられないんです。自分が死ぬことを考えてばっかりいたら、やはりやってられないなって自分で思いましたので、よく患者さんにも、ただ、死ぬことを一切考えずに、最善にだけ備え、最善にだけ期待ばっかりしてても、それってやっぱり、ただの悪あがきになっちゃうので、本当に思ったのはバランスが大事だなと。なので、最善に期待しすぎない。で、最悪に備えすぎないぐらいがちょうどいいかなって、最近はすごく思います。バランスがとっても大事だなと。月に1回ぐらいで最悪に備えとかんと気が済まない人もいるかもしれませんし、もう年に1回で十分とかですね、やっぱり私は死ぬまでそんなことを考えたくないですって方までおられると思うんですけど、人それぞれだと思うんですけど、やはり大事かなと。で、敏感になりすぎたら人間弱くなっちゃうなって本当思ったので、ある程度その何て言うんですかね、こう鈍感力といいますか、これがすごく大事になってくるなと思いました。で、なので今まで何かいろんな動画を残すとか、葬式の準備するとか、これって最悪に備えることなので、やはりこう合間合間でそういうのがをする気になるまで、実は何と言いますか、欲望の赴くままにってわけじゃないんですけど、やりたいこともどんどんやっていってるわけなんです。まあ、例えば先ほどスキーが趣味って申し上げましたけど、まあ、家族と行けてなかったようなスキー場に行ったりとかですね、友達の家族とみんなでキャンプに行って飲み明かしたりとかですね、まあ、なんていうんですかね、こう、友人、知人に感謝を伝えるって、体のいいこと書いてますけど、まあ、飲み会なんですよね。結局、みんなでですね、昔からの知人、友人、今の知人、友人とどんどん会って、みんなに、まあ、今までありがとうなんて言わないんですけど、乾杯みたいな感じで、病気の経過を報告したり、これからこんなことしていくで、みたいなことをみんなで言ったりとかですね、は、今でも、できております。で、まあ、フットサル、サッカーもちょっと趣味にしてましたので、フットサル仲間から誘ってもらって、抗がん剤を受けながらもサッカーしてみたみたいな感じで動画を撮ってくれたり、みんなしましたし、ドロンボーン吹いてますので、音楽仲間がいろいろと、ライブしてくれたりしながらしてですね、もうコロナ禍のこう緊急事態宣言、こういうの塗ってですね、この1年半ぐらいの間に何回か、実際にライブもできました。で、僕はワイン大好きですので、ワイン仲間といいますか、言いに行くとですね、もうそれこそですね、こいつこれ逃したらもう最後かもと思ってくださってるかもしれなくて、ええワイン出してくれるんですよね、まあ、遊びに行くとですね。まあ、それにこう、なんていうんですか、こう、乗っかるわけじゃなくて、僕自身もちゃんと自分で買ってますけども、まあ、ええお酒飲むぞと思って楽しんで、それはもう僕の欲望ですけども、させてもらってます。で、ここまではですね、これやり終わったことが、こう、ブルーで書いてますけども、まあ、今のですね、まあ、身動きがこう取れる、なんていうんですか、自由にできる時期にやりたいことをどんどん今やってるわけなんですけど、動けなくなったらどうするのか、まあ、病気は必ず進んでいきますので、とかですね、自分がもう意識朦朧としてきたらどうするのか、このあたりがですね、実は後半でお伝えする、アドバンスケアプランニングっていう言葉になってくるんです。また後で説明させてもらいますけど、一段階ちょっと進んできて自分が身動きが取れなくなった。でも意識がはっきりしてたら僕はこんな感じで取りためた海外ドラマみたいなとかいろいろ思ってるわけですね。で、意識が朦朧としたら、もう自分でイエスもノーもはっきり言えないような状況になってしまったら、そういうのはね、必ず人間ならばやってきますから、その時期はまあこんな感じで延命処置は一切希望しないけども、経管栄養、栄養とかを投与してもらうかどうかに関しては家族の気持ちに任せると。ただ、症状緩和が達成されているのが条件みたいな。実はですね、これ
アドバンスケアプランニングで、昔からはね、リビングビルって言われてたんですけど、自分が言葉を発せないぐらいの状況になってきたときに、どんな医療処置を受けたいかみたいなことですね、あらかじめ言っておくってことなんですけど、アドバンスケアプランニングは何が違うのかというと、実はここがミソでして、なぜそう思うのかをしっかりと共有しておくっていうのがとても大事になってきます。で、なぜそう思うのかなんです。私は寝たきりの状況での延命は希望しない。こうやって普通にですね、生活できている状況の延長こそ希望するんですよね。なので今、抗がん剤がそれを実現してくれているので、めちゃくちゃありがたいなと思ってるんですけど、でただ、寝たきりの状況になってしまえばですね、私は栄養の投与も含めてやめてもらって構わないと思ってます。寝たきりの時間を延長したいともあまり思わないので。でただ、症状緩和が高いレベルで達成されてて、妻とか子供が、まあ、これぐらいだったら、僕自身も、まあ、別に動けないけどいっかみたいなとかですね、あと妻とか子供がこれぐらいで過ごしてニコニコ過ごしてくれるんだったら、もう少し気取いてほしいなと思ってくれるんだったら、そこはもう医療従事者と妻と子で考えてもらって、そのちょっと栄養投与とかしてもらって、少し延命みたいなしてもらっても構わないかなとか、そういうふうに思ってます。で、アドバンスケアプランニングとはみたいな、ね、いろんなね、こういろんなところが定義してるんです。ただその医療とかケアについて本人さんが、あと家族と一緒に、あと医療者と一緒にっていうのがキーワードと、必ずどの定義にも出てくるのがプロセスなんですよ。過程なんです。でこれどの大冗談に掲げている目的は、なんでこんなことをやりましょうっていうふうに啓発されてるかっていうと、頑張りたい人はしっかり頑張れるように、治療をしっかり受けれるように、もういいんですって思ってる、頑張りたくない人がしっかりと治療を辞退できるように、こういうふうなことを共有していきましょうよって話なんですよね。で、実は昔から日本でも世界でもリビングウィルっていうのがあったんです。同じ先ほど来説明してます。で、リビングウィルっていうのはこうやってちょっと細かい字になりますけど、もしあなたが病気とか事故で意識や判断能力の回復が見込めない状況になった場合、どのような治療を望まれますかみたいな言葉に対して、これ1から5、6までですね、いろいろしてほしいですっていうのから、もう何もしていりませんみたいなまで選んどきましょうよみたいな、こういう運動なわけなんですよね。ただ人生いろいろ、こんな1から6までの選択肢で、あの時そういえばこうやってここに丸してたからいいよねって思えるドンピシャの状況がやってくるとはね、決して限らないんです。あの時何もしてくれるなっていうのに丸してたけど、今がその時とは決して思えませんって、奥さんとかが泣き叫んでる状況って僕らは嫌というほどいっぱい見てきたわけなんですよね。なのでそこに大事なのは、実はこのリビングビルの冊子にも必ず出てくるんですけど、この真っ白血気の自由記載欄なんです。実はこれがすごく大事、アドバンスケアプランニングではこれがすごく大事、これもみんなで共有しておきましょうよっていうことなんですよね。で、実は同じような、これは今さっきのが聖路加病院という東京のね、病院のリビングビルの冊子ですけども、実は日本内科医会がリビングビルって言って全く同じ冊子を出してるんです。で、選択肢がちょっとシンプルになってたりとかするんですけど、結局一緒なのは、その他のご希望とか条件など自由にお書きください。もうとにかくこの自由記載欄が大事で、これを自分だけでこちょこちょって書くんじゃなくって、家族と医療従事者と一緒に共有しておくっていうことこそが、アドバンスケアプランニングにおいてすごく大事なことになってきます。で、実はその時その時のしてほしい、してほしくないっていうのは、実は結論付けてたとしても全然ひっくり返っちゃうことが多々ありますので、人生いろいろですから、元気なうちから特に決めてても状況とか体調によって気持ちが移ろいゆくものなので、自由記載欄にそう、なぜそう思うのかみたいなの書いてると、実はその応用問題みたいなことも、何かこう例えばコロナになってとかですね、で結局決めさせられるのはご家族ですから、医療者からある日突然電話がかかってきて、お見舞いに行けない状況で、どんな状況かも分かんない、例えばご主人の状況を案じている奥様に電話がかかってきて、もうちょっと人工呼吸器つけないといよいよ危なくなってきてます、どうしますかって言われるんです。 50-50 で、もうちょっと強めに言ってくれたらいいですよ。人工呼吸器つけた方がいい、ぜひつけるべきだと思うけども、それでいいですかぐらいだったら、もうやってくださいってなるんですけど、でもそれでもね、前のそのリビングウィルにやってほしくないって書いてた、
どうしたらいいのってなるわけなんですよ。でもその時になぜそう思うのかみたいなにね、例えばこれ実話らしいんですけど、沖縄のおじいおばあって言われてる、まあ、すごく年配の方々は本土の方よりなぜか移動全部してほしい、医療用語でいうフルコードって言うんですけど、私には全部人工呼吸器なり何なり何でもやってくださいっていう方がなぜかちょっと割合が多かったらしいんですよ。でなぜかなと思ってこう調べたドクターがいたらしいんですけど、なぜですかって聞いていくと、その何でもしてほしいっておっしゃってた方のほとんどが上陸作戦ですか、沖縄で若くして同胞を亡くされた方が多かったらしいです。でその自分無念の中で死んでいった自分の兄弟たちのために自分はぜひしんどくても長生きするんだと思ってる方が結構多かったらしいんですよ。きっとね、逆の方も言ってたかもしれません。早く子の元に行きたいと思ってる方も言ってたかもしれないけど、その理由が書いてあったらね、きっとどんな状況でもやってくださいと、90歳の方でももう全部やってくださいって家族も言えるだろうし、それを見た救急隊もじゃあやりましょうってなるはずなんですよね。なのでなぜか、なぜそう思うのかがとても大事。実はその神戸市でも兵庫区の医師会がちょっと主導で、兵庫区の患者さんたちに私らしく生きるためのノートみたいな感じで、ちょっと発展版みたいな、自由記載欄がさらにこう共有できやすくなるような冊子を作ってくれたりしてます。で古くから神戸市ではもしもの時の安心シートっていうのを作ってるんです。こういうの作っとくと救急隊が駆けつけた時にかかりつけ医が誰かとかがよく分かりますよみたいなね。でもそもそも救急隊さえ呼んでほしくない方もいてるはずなんですよ。なのでこの安心シート普及されてないのが問題だって言われてるんです。これもぜひですね、誰かが駆けつけた時にこの医者に何か聞いたら分かるかもしれへんみたいな、こうかかりつけ医とか書く欄がいっぱい書いてあるので、それはぜひ使っとくといいと思うんですけど、プラスアルファ先ほど来出てきてるリビングウィルであったりとか、私らしく生きるためのノートみたいなのをつけといて、その過程を共有しておくのがとっても大事です。これが実はその典型例といいますか、これね、入れ墨掘ってる人が、私には心肺蘇生しないでくださいって、この首のあたりに入れ墨掘ってる人が心肺停止になって救急車で運ばれた。さあ、お医者さんはどうしたかって話なんです。で、先ほどのリビングウィルのところに、日本では、法制化されてないっていう文章がありましたけども、日本ではああいうリビングウィルを書いてたとしても医療者が絶対守らなきゃいけないっていう法律にはなってないんです。あくまであれはどうしましょうかって言って、医療者と家族がこれから先どうしましょうかっていう方針を決めるために利用するできるノートであって、あれを絶対守らなきゃいけない法律は全く日本にはないんですね。でアメリカには1990年代からアドバンスディレクティブって言って、ああいうリビングビルをしっかり所定の用紙に書いてたら、それを医療者は遂行しなければいけないっていう法律がもうなされてるんですよね。で、この入れ墨どうやねんっていう話なんです。で、結局ですね、答えは入れ墨は、これは法律、なんていうか正式な文書じゃないでしょうと。おしゃれでしてるかもしれんやんということで、結局自分がどんな思いで入れ墨掘ったかは別として、人にちゃんと伝えてないと、この方は心肺蘇生されちゃったわけです。でも後からちゃんとこの方は法律にのっとった文章を書いてることが分かって、家族さんがそれを持ってこられて蘇生が中止になって、まあ、この方亡くなられたわけなんですよね。でこれは日本でもあるあるなんですけども、カリフォルニアから来た娘症候群っていう言葉が実は昔からというか用の東西を問わず医療者の間ではあるあるの悩み事になってるんです。医療者と当事者、患者さんだけでいろんなことを決めてた。わしがいざという時は何もせんといてくれ、楽にしてくれさえすればいいからっていう、例えばこの漫画のおじいちゃんが言ってたとしますよね。ほんで、ああそうですか、で本人さんの意思だから奥様もそう、うんうんってうなずいてると、じゃあそうしましょうかっていざという時にその意思をですね全うしようとして、医療従事者が何もしなかったらですね、急に遠方から娘さんがやってきて、私はそんなこと聞いてませんよ、とにかくこんな医者変えてくださいとかですね、治療変えてくださいみたいな感じで、もう全部ひっくり返しちゃうみたいな。実はこれは、じゃあこの娘さんが悪いんですかって話なんですけど、これは、いやおじいちゃん、娘さんにも同じように言っといてよという話になるわけなんですよ。奥さんとの間だけで共有してる、医者との間だけで共有してても、やっぱり
娘さんがそうやって怒ってるのはひっくり返すのは何も嫌がらせしようと思ってやってるわけじゃなくって、そのお父さんのことを愛すればこそですよね。なのでそこら辺は家族で統一しておきましょうよと。このあたりがアドバンスケアプランニングの大事なところでございます。なのでメッセージ、最後のこれも私のメッセージなんですけども、いざという時に備えてるのはすごく大事なことなんです。それの発展版がアドバンスケアプランニングで、一人ぼっちで備えてても大切な人と共有しておかないと結局思い通りにいかなくなってしまうかもしれない。で、自分自身のいざという時に備えて大切な人と、これはできれば医療従事者も交えてそれぞれの人生を振り返りつつ、してほしいこと、してほしくないこと、なぜそう思うのかを話し合う機会を作るといいと思います。日本にはボンクレ正月ありますから、家族が結構その揃うタイミングっていうのは結構あるといえばありますので、何かその機会を使ってですね、元気なんだけども自分がいざという時に、こういうコロナ禍ですので、すごくコロナっていうのは話題にしやすいと思うんですよね。コロナになったら自分はひょっとしたら死んじゃうかもしれないけども、その時はもう全部戦い尽くして死にたいのか、いやそもそも死にたくないし戦い尽くしたいのか、いやもうなんか自分なんかよりも助かる見込みのある人に人工呼吸器とか人工心肺を使ってよみたいなぐらい思うのか、なぜそう思うのか、自分はこんな人生生きてきたからだとか、そういうのをですね、ぜひできれば年に一度ぐらい、やっぱり、ね、コロコロ変わりますから、更新していくといいんじゃないかな。僕もお葬式のメッセージは1年に1回更新していきたいと思ってますので、そういうのを祈りつつといいますか、これ最後 のスライドなんですけども、実はこれ私の棺桶リストに戻るんですけども、動けるうちにまだできてないことがあるんですよね。それはまだあんな感じで業者さんに撮ってもらってしっかりみんなにいい動画で映したいっていう動画は撮れたんですけど、結構プライベートなメッセージはまだまだ撮れてないんですよね。娘だけに言いたいこと、妻だけに言いたいこと、それってやっぱ一人ぼっちじゃないと撮れなかったりするので、そういうのをですね、どんどんとこれから先も撮りためていきたいなというふうに思っております。以上で私の講演は終了したいと思います。皆さんもお楽しみいただけましたでしょうか。ご清聴いただきましてありがとうございました。杉本剛先生のご講演をお送りしました。途中一部音声が途切れたところありましたけれども、ご了承ください。それでは本日の記念行事は以上になります。講演の中でもご紹介ありました、こちら杉本先生のご本、がんになった緩和ケア医が語る残り2年の生き方考え方、ぜひお読みくださればと思います。この後ですね、ウェビナーのアンケート機能で、がありますので、アンケートにご協力くださればと思います。そこに自由記載欄がありますので、そちらでご質問やメッセージもお受けします。いただいたご質問メッセージは私の方でお預かりし、関本先生にお伝えし、ご回答を可能な範囲で当会のウェブサイトで後日記載してお答えしたいと思います。ご協力ぜひよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。